どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはこのウクレレでどんな方でもすぐに音楽できますよ、楽しいよということで日々レッスン動画を公開しております。今日ももりもり楽しくレッスンしていきましょう。さあ、本日はですね、このブラックビューティーモデル G ラボブラックビューティーモデルと、初めてウクレレシンプル簡単バージョンでこの初めてウクレレを使ってレッスンしていきたいと思います。こっち Amazon でゲットできますよ。さあ、それではですね皆さん、今日のレッスン課題曲発表いたします。ドーン、星月夜、ゆうかさんの歌うですね。今これテレビドラマの星降る夜にというドラマの主題歌ということで、すごいね、雄大でスケールが大きいですね、こうバラードと言いますか、なんていうのかな、すごくこうムードがですねいいんですよ。このほんわり柔らかい、なんとも言えない、この空間をすごい演出されているような曲で、ぜひこれ、ウクレレでトライしていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく、わかりやすく簡単にしている超シンプル簡単バージョンをゆっくりめでやります。後半はかっこいいバージョンです。後半はまたさらにね、それをパワーアップさせた、あの空間と、あのサビのね、迫力みたいなのもこう織り交ぜてですね、ドラマティックにやっていこうと思います。2バージョン最後までぜひとも皆さんご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたいけど全くやったことないですとか、楽器にチャレンジしたんですけど挫折しましたみたいな、そのあなた、もうあっという間にできるね、もう革新的でものすごくいいレッスン動画公開されております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレのウクレレの始め方、リストになってますんで、その動画を見ながらね、どんどん練習していってすぐできますからね、やってみてください。このガズレレ YouTube レッスンなんですけども、で、ね、課題曲2000曲近くあると思うんですよね。皆さんの好きな曲きっとあると思います。どうせレッスンするんだったら、プログラムに応じてやるのもいいんですけど、自分の好きな曲やってみるのもいいと思います。そんな場合はですね、やってみたい曲名スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくる可能性あると思いますよ。はい、でホームページに行くといろんなジャンルボックスとかいろいろあってね、いろいろ選べるようになってますので、ぜひどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それでは皆さんレッスン入っていきましょう。ゆうかさんの星月夜、ガズレレシンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみる。ワン2 3 4 1 2 3。子供の頃見上げた夜の空に思った、あの一つ一つに誰かのお願いがこもっている。その一つがあなたって、すっと隣で笑ってて、ガズレレリーシンプル簡単バージョンやってみました。この曲、前半のとこかなり伸ばすところ多いじゃないですか。あそこが、すごくこう、ね、空間を演出する、すごい素晴らしいところなんですけど、あそこは焦っちゃダメですよ。ゆっくり溜めてですね、じっくりこう、時間をこう、ちゃんとこう、リズムに乗って演奏してください。そこがね、
簡単に思うけど難しいところだと思います。はい。そして今のね、ガズレレ簡単アレンジバージョンは、ドラマのね、トレーラーバージョン、つまりドラマのコマーシャルを YouTube で流している、そのね、ショートカットアレンジバージョンでやらせていただきました。これでもね、かなりね、ゆっくりだとボリュームもあってですね、もういいとこすごい詰まってるんで、まずこのバージョンをやっていただいてですね、いずれにフルコーラスやりたい方は、これを参考にして、ご自身でコードとか書いて楽譜作るのもいいと思うんですけど、まずはこのガズレレバージョンで練習してみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますからね、それ見ながらウクレレの練習スタートしていただいて、1個目のゴールの設定としては、まずは今のシンプル簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できるようになったらすごいと思います。この曲はですね、歌めちゃくちゃ難しいですからね、言葉のタイミングがものすごい難しい。しかもこう伸ばしているところで歌うんで、その16ビートとか言葉のタイミングがね、すごくその測るのは難しいと思うんですけど、そこが醍醐味ですから、まずそこを目指してやってみてください。で、一緒にガズさんと演奏できるようになった方、おめでとうございます。ここまででもかなりすごいと思いますけどね。そしたら次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人で、リズムを生み出して、音楽を生み出して、歌を生み出す。これをですね、ぜひやってみたいなと思うんですけど、最初からこの歌全部歌詞とコード丸暗記するっていうのはなかなか至難の技ですから、まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習してください。そうするといずれ覚えちゃってですね、それこそ大空に向かって夜空に向かってこの曲バーッと歌う気持ちがいいと思います。まずはでもね、いろんなことひっくるめて、楽譜の練習がいいと思うんですよね。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズさんのこの手書きのノート35冊目です。これをですね、見ながら今演奏していきました。こんな風に、書いているんですけど、もうちょっとしたらね、みんなに分かりやすいように大きく写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の星月を含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう山のような膨大なノート楽譜のストックの中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムもスタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながらの投稿にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365日にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。星月を、はい、ゆうかさんの、曲でございます。ドラマ、星降る夜に主題歌ですね。ショートバージョンということでやらせていただいております。まずこのイントロ見てもらいたいんですけど、これ伸ばすんですけど、ちょっとここ見てください。1弦の、3フレットを押さえたままってこれ書いてあるんですけど、これね、かっこいいバージョンではちょっとここ面白い、感じの響きを再現していく。今のシンプル簡単バージョンはこのコードを、伸ばしていったと。この辺ずっと伸ばしですからね、ここ伸ばすって書いてあるけど、ここもずっと伸ばしです。で、この伸ばしてる間に、この歌のね、言葉のタイミング超難しいですから、ね、聞き込んでください。はい。そしてこれまずこんな風に写しておくので、お時間ある方は一時停止して、このように書いていただくと、ノートとかに書いて練習スタートしてくださいと。そして今紹介させてもらったガズクラブの楽譜はですね、今日はかなりこのノート役立ちますよ。めちゃめちゃ歌難しいですからね、今日の歌は。ここからも歌が始まっているんですけど、子供の頃、はい。この言葉のタイミングがですね、よくわかるようになっているんですよ。このガズレレノートの特徴、この V と点でわかるようになってるんですけど、これよく見るとわかるけど、VV なんで、これね、休符のところばっかり、裏で言葉が入ってるんですよ。ちょっとここやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、子供の頃に、さん、見上げた、
夜の空に全部裏拍で入ってきます。この V の字のところでリズムが入ってきて変わっていくって分かるということは分かる。これだから相当聞き込んでね、やる。これかなりガズ、今日のね、ガズクラブのこの楽譜は、ガズの手書き楽譜、かなりね、内容濃いことになってますよ。で、一応言っとくと、この下にこう、くくっと囲ってるやつは、かっこいいバージョンでこの演出しますよということになってます。で、この無音っていうのもあるんですよ。これもね、やばいですよね。はい。こうやって書いてください。一時停止ね。はい。で、ここガズページのところ、かっこいいバージョンでここからリズム変わってくるよということでございます。はい。で、ここサビなんですね。これドラマのトレーラー用の、宣伝のね、宣材のところで使われているショートカットアレンジなんで、それを再現してるんですけども、サビがですね、もう畳みかけてくるように、ドラマティックに展開してくるんですよ。この、静と動ですね。こっちが静だ、こっちは動ですよね。はい。こっちは控えめ、こっちは迫力ある。こんな感じで、対比が素晴らしいというふうに思います。はい。このね、サビも言葉のタイミングめちゃむずいんですよね。よく聞いてやっていきましょう。はい。で、ここはかっこいいバージョン、タタタタタとかね、いろいろこう決めがあったりして、ここもこうにちょっとなんか書いてありますよね。このは参考にしてやってみてください。で、ここまでやって C で終わったよというのがガズレールアレンジになってます。なんと今日出てくるコードはね、たった5つなんですよ。この素晴らしいスケール感で。これはすごいですよね。コード言ってきます。C と Am と F と G7 と E7。この5つのコード。これはですね、ガズレールでもかなりの入門コードですよ。皆さんやったラッキーということで、一応紹介させてください。これです。ガズレール必須コードというコードのグループのメンバーでございます。このガズレール必須コードっていうのは一体何かというと、このウクレレで音楽始めたい人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループ。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらどれも超簡単。だけど、いっぺんにドンと10個ね、覚えようと思うと、押さえる場所とコードの名前とかも大体ごちゃごちゃになっちゃうね。私が皆さん、初心者の皆さんにスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っときます。楽しく覚えられるね、ものすごいいい動画になってますんで、コード10個覚えちゃってください。はい、それではですね、この後かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、さっきもね、何回も言ってるように、この曲はですね、歌がかなりのね、このタイミングとメロディー、悶絶レベルの難しさだと思います。聞いてですね、確認しようと思ってもリズムが伸びているんで、このそれのこう測る術がね、なかなか皆さん難しいと思いますね。まず手拍子して、子供の頃見上げた夜の空に思ったあの一つ一つに誰かのお願いがこもって、これこんな感じでリズム測るのがいいと思うんですけど、これをね、読み解くだけでもかなりガズさんも時間かかりましたけど、そこが面白いところ、じっくり言ってください。さあ、かっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、ちょっと今日リズムコードはね、出てくるコード一緒なんですよ。かっこいいバージョンはやっぱリズムがですね、今日ちょっと面白いリズムが登場します。はい、これ、ガズベジオと、16ビートのチャガ半分というリズムでございます。これ16ビートのチャガ半分っていうのがね、結構面白いリズムなんですけど、一応これ解説しとくと、これ16ビートチャが半分っていうね、レッスン動画はないんですけど、やっぱ16ビートのチャのレッスン動画がちょっと参考になると思います。一応この今映ってる2つのリズムの解説は概要欄に貼っておきます。概要欄のウクレレでできるリズムがいろいろというところに、濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、ちょっと分かんないなという方は見てみてください。まずはですね、ガズペジオという弾き方なんですけど、 C で弾いてみると、ちょっとピアノっぽい感じでちょっとやってました。この曲はね、空間っぽい感じが多いんですけど、なんかね、この要は A メロの2番のその一つがあなたでのところで、ちょっとね、1番と2番でね、差をつけたいなと思って、ガズレールオリジナルアレンジなんだけど、ガズベジオがすごくいいムードだなと思って、ちょっとね、セレクションしてみましたということなんですけど、ピアノっぽいイメージがちょっとあるかなと思います。そしてね、イントロでちょっと面白い感じでやろうと思います。イントロのこのコード進行を見てください。で、これね、C と Em7 Am7 みたいに続いていくんですけど、このコード全部1弦の3フレットを押さえたまま響かせていこうと思います。ちょっとやってみると、1弦の3フレットってここですからね。ここ押さえたまま、まあ、C はいいでしょ、このままで。じゃあ Em7 はどうするかって言ったら、ここ押さえるだけです。はい。そして Am はここですよね。ここ。だから小指がいいかな。これ C はこうで、Em7 の時はこうなる。ここ押さえっぱなしだからね、C のところは。で、Am はここ。つまり F はここですね。ここ押さえたまま。この響きがすごいんですよ。ちょっとやってみましょう。せーの。C でしょ。次 Em7 なんだけど、1弦の3フレット押さえたまま。はい。この響き素敵。その次 Am だから4弦の2フレット。その次また戻って Em7 の T で行くってことです。次 F ですね。ここ。いいでしょ。
で、G は普通の G7 ですね。はい。この一弦押さえっぱなしでイントロの響き。これちょっと堪能してみてください。素敵ですよ、これ。そして A メロのですね、後半のところにちょっと決めというかですね、やっていきましょう。1番の後半ですね。あの一つ一つに、誰かの願いがこもっている1、2、次、ご注目、ここ。F、Am、G7 で、リズム入っていく。今の、リズムでいくと、8ビートのリズムなんです。F、Am、G7。次の2番に入っていくということですね。マイナー G7 手で振るとこうなんですけど、まあこの伸ばしてるとこなんで、まあなんかこんな感じで Fm その一つがあなたでて、次の2番に入っていくという感じで、このその一つ一つがの2番の最初の歌詞とこのでーんでーんでーんのタイミング、ここがちょっとね、難しいんだけどできると気持ちがいいんで、ぜひここでーんでーんフレーズをちょっと入れていきましょう。で、サビではですね、16ビートのチャが半分、ここまさにさっきも言ったんですけど、A メロが正だとすると、サビはやっぱどうじゃないですか、そこで迫力ドーンとこう、やっぱりね、思いっきりこう、迫力ある感じで、スケール大きい感じでいきたいんですけど、今回ね、16ビートのチャが半分っていうリズムを使いたいです。ちょっとサビのコードちょっと見てもらいましょうか。F、G7、Am、G7 ですると、せーの、さん、はい、じゃんじゃか、じゃんじゃか、じゃんじゃか、チャカチャカ、こんな感じですね。普通の16ビートだとすると、じゃんじゃか、ちゃかちゃか、じゃんじゃか、ちゃかちゃか、どんどこ、ちゃかたか、どんどこ、毎回ちゃが入るんですよ。でも今回はちゃが半分だから、だんだ、だんだだだだだだだんだか、ちゃかたか、だんだかだだだだだんだか、ちゃかちゃか。これがいいでしょ？これはいいんだけどね、これは慣れてないとね、これかなりね、全部チャを入れたくなっちゃうんですよね。でもなんかこのね、半分のチャの方がドーンとこうね、すごくヘビーな感じがする。こう、なんていうのかな、スケール感が大きい感じがするんでね。これなんとかこの16ビートのチャが半分というリズムでやってみたいなと思うんですけど。ちょっとこのサビを練習しましょうか。いきますよ。ワー、ツー、ツー。星、プーヨー、チャカタカ、ドゥン。チャカタカ、を繰り返します。チャカタカドンドコなんだかなんだか、チャカタカドンドコドンドコドンドコ、チャカタカドンドコドンドコドンドコ、チャカタ、こんな感じです。はい。で、ワンブロックコード1個のところが出てきます。1番のサビの抱きしめているようなところをやってみると、抱きしめているよダン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 、チャカタカですね。 Am のワンブロックコード1個の時はダン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 、こんな感じがいいかなと。で、これをね、ちょっとね、歌いながらこのね、16ビートのチャが半分やると、ね、結構つられちゃうっていうかですね、毎回チャが入んないように、ちょっと気をつけてるだけでね、かなりね、いろいろなところにね、自分の脳みその CPU が持ってかれるんで、かなり練習がいるとは思うんですけど、このね、チャが半分になるとやっぱスケール感がアップするんで、ぜひね、これやってもらいたいなというふうに思います。で、サビの最後の方で、ちょっと決めっぽいことがちょっと続くんで、ラストの高鳴る鼓動でのところ、ちょっと続けてやってみましょう。リズムの練習合わせてね。あー、2, 3, 高鳴ることで裸足のままかけていく、私の名前を特別にしてくれたの、あなたここで照らし続けてる。今の分かった？ G7 のところでタカ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  Am で伸ばす。照らし続けてるのして、はい、次はラストページを、星降る夜に、今のところ矢印マーク入ってきました。これシンコペーションというリズムがズコンと前に入ってくるよということでやってるんですけど、今そこのところやってますよ。星降る、ここシンコペーション、ダン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 ドーン、はい、これがリズム前に来たやつね。星降る夜に、最後エンディングで Am やって F から G7 行って、ここでもまたダブって Am で止める、シンコペーションでバッて Am 止めて C7、 こんな感じのちょっとアレンジにしてみました。ちょっと、照らし続けているからやろうかな。サビの一番最後、特別してくれたのはあなたが照らし続けてる、星降る
夜にガズベジオで優しくまたシンコペーションバッ C ではこんな感じになっております。シンプルなんだけどこのリズムを安定的に弾くっていうのがまず難しくて、そしてそんでもってあの歌の言葉のタイミングとメロディーのですねあの世界観が来るわけですから、これはすぐにはできませんよ皆さん。これまず聞いて聞いて歌を覚えるところから始まるわけですから、歌を覚えた後にその歌とこのリズムをこうビチッとこう合わせる、ここら辺が、キーポイントかなと思うんです。そしてやっぱりこれ忘れちゃいけない、この歌の持つ歌詞の世界観とかドラマの世界、ドラマ見てる方はそのドラマの世界観とか、やっぱりね音楽って感情表現ですからね、この演奏の方ばっかりじゃなくてやっぱそのバランスがすごい大事だと思いますので、心を込めて弾いていきましょう。さあそれではやっていきましょう。ゆうかさんの、星月夜ガズレレ式かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4。一つに誰かのお願いがこもっている、その一つがあなたってすぐ隣で笑ってて、ねえ時を止めるならこの一秒ですね、ハイレベルな曲だと思うんです。でも入門コード5個なんですよね。だからコードの難しさではなくて、やっぱ歌のメロディーラインとこのリズムのね、このシンクロ、あと強弱、この辺の抑揚なんかもね、もうドラマティックにこういけるといいですよね。最初はセー、サビでドー、このねメリハリ、これも大事になると思います。ゆっくりゆったり取り組んでいきましょう。さあ皆さん、お知らせなんですけど、今週末、いよいよ18、19と博多で G ラボウクレレのですね、あのポップアップショップ、これがオープンします。ガズの参考はないんですけど、いつもガズがね YouTube チャンネルで使ってるガズの分身ともいえるガズモデル、本当に使ってるガズモデル展示、思想もできるようになってます。あとね、他にもいろいろねコンテンツ盛りだくさんな、博多のポップアップショップ、ぜひね、あの博多のご近所の方、いや遠い方もですね、あの今週末18、19日博多駅前のアミュプラザやりますんで、ぜひチェックしておいてください。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、
あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもねガズが使ってるGラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。